ちょっと一回くらいブサイクじゃなくて後ろのやつらに任せてもいいな、ブサイクのターンで回復させてもいいな、寿司子とか死ぬよな下手したら、あんまり調子こいてると。てかまあ今回復させてもいいんだけどね全然。うん、あとなんか回復の粉とかバトル中じゃないと使えんしね。売ってもいいけどな全然。言えてる使い道がないよな。矢部くんとか回復しちゃうからね。あの後ろ取ったな、いじめるか。もうこれ普通に叩いた方がいいよな、ぶっちゃけ。お、メタル系ぶち殺しボーナス。こっち側何かあるかな。ないね。広ー、ここの森。でもなんかレベルがかなり上がったのかな、サブクエストとかやるとかなり上がるのか知らんけど、すごいあれやね、なんかすごいオーバーキルというか。いやてかあれか、ブサイクが強すぎるのか一人で。シレーヌ一人でってこともないよな。寿司子とかも全然強いからね言うて。お、坊や。おい、しげるん帰るぞお家に。うん、これネイマール。なぜ。うん、だからなんだ。うん、うるせえんだよお前この雑魚が。うん、殴ってでもお前それで当たり前だ、こんな舐め腐ったクソガキをあのぶん殴らなきゃこれ体罰上等だからな。あの大人が舐められちゃいけねえのよ。うん、おう、君の拳僕の心にまで響いて、対戦しなくてよかったんだな。うん、帰れマジでクソガキが。俺はガキが一番嫌いなんだよ。よし、じゃあちょっと先進もうぜ。よく言うよな、あなたにも子供の時があったはずでしょって。知るかボケね。でギガビレミラクルバード、こいつをなんとかしなきゃいけねえのか。ちょっと三段切りでボコボコにしといてやろうね。めっためたにしといてやろうぜ。うん、多分死ぬから。多分ブザイクくらいだったら一撃で殺せるんじゃないかなこいつら。ちょっと後ろから消しとこう。あ、何体もおるとうぜえから。あ、勇者様 HP1000 超えてるねついに。うん、はい、来ると思ったね。もうその感じも分かってたわ。ということで、あの消えてくれたまえ。ブザイクだったら多分一撃で死んでたな今の。でもライフがちょっと高くなりすぎて、ああいう敵であってもまあまあやれるようになってきたな。余裕があるというかね心に。俺なんか自分が悪いことしといてさ、なんかあなたたちにも子供の時があったでしょみたいなこと言って開き直るような人種が一番嫌いなんだよな。ゴミじゃないね、ラムレスよりゴミだと思うわ。うん、シレーヌ、あれこいつマジで。お前らは後ろから消せな。こいつはブザイクがやる。でなんだっけ、シゲルンはあのボコっただろうとりあえず。だから最近のさクソガキってやっぱこう大人を舐めてるもんな、どう考えても。だからネット社会になって知った風な口を聞いてくるみたいなね、やっぱそういうところもあると思うんでね、うん、やっぱゲームを通してこういうね体罰ダメとか抜かしてるやつ結構ね増えてると思うんだけど、そういうとこも分からせなきゃいけないなっていう気持ちは正直言ってありますね。体罰だから世の中逆に。よし、じゃあちょっと HP いただこうかな。なんだ今の、なんか手に入ったね。異能力者、なんだそら。異能力者って何これ、なんかとんでもない。超能力はまだわかるよ。サイコキネシス、異能力者ランク、あ、そんなのあるんだ。んでもこれなんかブサイクじゃない、どっちかというと。調合もブサイク、とんでもねえことになるぞ。お、宝、天使の涙、ありがたいね。ちょっとあれするか、回復すっか。あれしよう、なんか回復の弾回そう。あ、合計ダメージ500、絶対無理だから、あの上から消していこう。これ2発で死ぬから。よし、こいつらに500もダメージ入らねえだろ普通に。
4体やば、え、やべえこれ、めっちゃすげえじゃん。草鍋使わなきゃいけねえくらいのレベルじゃない。間に合う、間に合わんねえ、寿司こねえ。どんくらい回復、29しか回復しねえんだ。もう回復のなんちゃら絶対使わねえ。でどうしようかな、高級エーテルじゃん。もう草鍋使うしかねえよな。とりあえず気持ち使って、あ逃げた。まあしゃあないよな、こればかりは。